はい、こんにちは、作曲家の近藤薫です。本日はですね、カポタストのお話をしたいと思います。僕のね、使用している、カポの話、それから選ぶ時のポイントなんかもね、話せたらなと思ってます。あとですね、余ったカポのね、使い方みたいな、その番外編もね、お話しできたらなと思ってます。最後までぜひよろしくお願いします。はい、カポといえばですね、まあ、キーをね、こう変えられるすごい便利な小物で、ギタリストは必ず使用しているものだと思いますが、本当にいろんなものがあってですね、どれを選んだらいいかわからないっていうね、新人さんも多いと思います。で、まあ、僕が今使っているものをまず最初にご紹介いたしますとですね、ライブとレコーディングで使っているものを分けています。例えばライブはですね、やっぱりその素早く、まあ、曲のエンディングとかにパッとキーを変えなくちゃいけないってことで、このような、クリップ式の、カポ、こっちもそうですね、を、使用しています。これはですね、このようにね、挟むものなんですけども、カポっていうのはですね、あまり強すぎても良くないんですね。強く、挟みすぎちゃうと、チューニングがね、まあ、ピッチがちょっとこう上ずったり、まあ、シャープしたりしちゃうので、程よい強さ、自分のネックの太さに合った、強さで締めなくてはいけないです。なので、ね、例えば、こちらの赤い、これカイザーっていうね、メーカーなんですけども、これだとね、ちょっとね、強い感じがあって、ギターによっては上ずってしまうので、割とこちらを使うことが多いです。はい、続いてレコーディングの時のカポなんですけども、僕はですね、この、ビクターカポっていうね、強く緩めたりできるようなタイプのものを使ってます。結構ね、ソロミュージシャンの人がね、使っているもので、まあ、レコーディングはですね、こうやってした後にチューニングをしたりとかする時間があるので、そんな強くなければどんなものでもいいかもしれませんけども、割とこれがね、こう止めた後に微調整がすごく細かくできるってことで、僕はこれを気に入って使っています。であまりにもこっち気に入っちゃって、でもう一個同じものを、買って持ってたりします。ただなんか新しい古いで全然ギターと同じようにこうヴィンテージ感が振り幅があるんで、こちらを使ってますが、これが今は気に入って使っています。はい、最後に番外編としてカポの他の使い方なんですけども、まあ、カポってまあ、自分に合うカポを探しているとどん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 増えていっちゃうじゃないですか。で、捨てるわけにもいかないし、時々ね、新人の子とか生徒の子とかにありたりしますけども、なかなか捨てられないんで、めちゃめちゃ溜まっていくんですね。なんか他に使い方ないかなっていう時に、海外の YouTuber さんの動画を見てたらすごく面白い使い方をしていて、ハマってしまってですね、結構その使い方をしてるんですね。まあ、こんな感じで、スマホやiPad を立てるスマホスタンドみたいな感じで使えるっていうのがね、すごく面白いなと思って、なんかこんな下につけて、ちっちゃいからバランス崩れちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、しっかり固定してですね、いい感じで立ってくれる。意外とスマホをね、パッとこう立てようと思っても、周りにいろんなものがちょうどいいようなものがなかったりするじゃないですか。コーヒーカップとかね、そんなとこでも滑っちゃうし、それがですね、このカポが1個あるとですね、しっかり立ってくるってことで、まあ、これをどう音楽でどう使うかってことを考えた場合にですね、なんか歌詞カードを見たりとかですね、歌本見たりとかですね、そんな使い方ができるんじゃないかなと思います。まあ、それ以外の時はね、Netflix とか YouTube 見たりとかね、僕してますけども、こんな感じで余ったカポを、使っています。はい、ぜひ皆さんもですね、自分のギターや自分のスタイルに合った、カポを探してみてください。本当に今ね、いろんな種類のものが、安いものから高いものまでたくさん出てるんで、どれを選んだらいいかわからないこともね、あるかもしれませんが、まあ、楽器屋のね、店員さんとかに聞くといろいろ親切に教えてくれる人もいますし、今日僕が紹介した2つはですね、間違いないですね。まあ、失敗したっていう感じじゃないと思うので、ぜひこの迷ったらこれを買ってみてください。はい、本日のお話は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。